アレクサンドル・イバーノビッチポクルイシュキンは、ソ連の軍人、飛行士、AS パイロット。最終階級、航空減帥、ソ連法英雄。1942年から、ソ連共産党員。ロシア人。技術学校生、時代、1930年頃、トムスク県ノボニコライフスク市の貧しい工場、労働者の家庭に生まれる。父は、 ブヤとか県出身の元子作人であった。1928年、7年生学校卒業後、建設現場で瓦原武器職人として働く。1930年、技術学校にて18ヶ月間城前市の技術を、夜間には農業工学研究所で学び、工場で工具製作校として勤務。1931年より、コムソモールに入る。 1932年6月17日から、老農赤軍に志願。1933年に、第3ペルミ航空整備士軍人学校。1934年に、レニングラード軍事理論航空学校を卒業。12月、北カフカーズ軍管区クラスのダールの第74狙撃士団の連絡編隊整備員として勤務しながら、36年より、 クラスのダール航空クラブで学ぶ。師団長、空軍総司令官、国防人民委員等に40回も上申書を提出して、セバストポリの英会ミャスニコフ名称第一カチャ、軍事航空学校に入校し、1939年、優秀で卒業した。同年新編のオデッサ軍管区第55、戦闘機航空連隊に配属。当初、キロボグラードに駐屯していたが、 翌年、バルチに移動。1941年、ミグマイナス3を装備する連隊の副飛行隊長に任命された。1940年1941年に、独ソ戦が勃発すると開戦初日の6月22日から出撃したが、最初の飛行では誤って、味方のスマイナスに軽爆撃機編隊の中隊長機を撃墜してしまった。 操縦していた第211爆撃機航空連隊、第4中隊の中隊長、ミハイル・グツェンコ隊員は生存したが、同乗していた中隊ナビゲーターのセミオノフが死亡した。当時グツェンコの部下だったイヴァン・プストゥイゴが、戦後参謀本部軍事アカデミーで学んでいたとき、同窓生たちにこの話をしたところ、僕類キンは動揺して、恥ずかしそうに名乗り出たという。六月十三日、 フルート川地区において、偵察中に5機の BF-109 と交戦し、1機を撃墜。1941年夏、数機の敵機を撃墜したが、公式には記録されていない。戦争の最初の数週間、ソビエト空軍の戦術が時代遅れになったのを見るや、ポクルイシュキンは、ノートに自身と戦友が参加したべての空中戦を、詳細かつ注意深く記録し、 詳細な分析を行った。彼は絶えず退却する非常に困難な状況で戦わなければならなかった。後年1941から1942年に戦わなかった者は本当の戦争を知らないと回想している。1942年初め、連隊は後方のザカフカースに移動した。ここではイラン経由で持ち込まれた p 十九。 エアラコブラの操縦に主熟した。1943年春、北カフカース戦線第4航空軍第216混成航空士団の第16新鋭戦闘機航空連隊の飛行隊長となり、4月12日、第4航空軍司令官の目の前で4機の BF-109 を撃墜した。同日、さらに3機を撃墜した。 1943年5月24日、354、ソーティー、空中戦54回、撃墜13機、共同撃墜6機の戦考に対して、北瑞主近大員に、最初のソ連邦英雄称号とレーニン勲章が授与された。1943年8月24日、455、ソーティー、撃墜30機の功績に対して、 ポク北瑞資金調査に二つ目のソ連邦英雄称号と、レーニ人勲章が授与された。その後、国会、ドニエプル上空での戦闘に参加。1944年2月、空軍総司令官、アレクサンドル・ノビコフにより、モスクワに召喚され、航空学校朝食に着くことを勧められたが、これを拒否して前線に戻った。 第16新鋭戦闘機航空連隊長代行となり、1944年5月までに550回、出撃、撃墜53機を記録した。同年5月、第9新鋭戦闘機師団長に任命され、P-39N に乗り込み、プルート、ヤッサム、リボスコサンドミールの戦闘に参加した。1944年8月19日、 ドイツファシスト占領者との戦いの前線における戦闘任務の模範的な遂行と英雄的貢献に対してポクルイシュ主金中佐に三つ目のソ連邦英雄称号とレーニン勲章が授与された。師団を指揮しつつ、ポーランド、ルーマニアを解放し、ベルリンの戦いに参加した。最後の戦闘は1945年5月9日のプラハ上空だった。戦中、 K650 出撃、撃墜59機飛行式75機、共同撃墜6機を記録した。1945年6月24日、モスクワの赤の広場で行われた、戦勝記念関越式時、前線機を担った。戦後は、ソ連防空軍に勤務。1948年に、MV フルンゼ名称軍事アカデミー、1957年に、 参謀本部軍事アカデミーを卒業。1968年から1971年、祖国防空軍副総司令官。1969年、軍事科学準博士。1972年、航空元帥の称号が授与された。1972年から1981年、全連邦陸軍、航空隊。 艦隊義勇協力協会中央委員会議長。1976年からソ連共産党中央委員会委員。第2期第10期ソ連最高会議代議員。1979年から1984年、ソ連最高会議幹部会議員。1985年11月13日、死去。モスクワに埋葬。すべて第二次大戦時。 対戦の行で三度授与されたのは三名しかいない。故郷のノボシビルスクには、共造が建てられた。ノボシビルスク名誉市民。ありがとうございます。